VS 旬なインテリ美女軍団激突2時間スペシャル。で活躍する容姿端麗な旬なイケメンインテリ軍団の皆さんと旬なインテリ美女軍団の皆さんによるプレッシャースタディのお時間です。さあまずは早速いってみましょう。はい、それではいきましょう、はい、最初の教科は国語です。問題はこちら。よっしゃ来い。服装や身だしなみに関する漢字の読みを書きなさい。服装や身だしなみに関する漢字の読みを書きなさい。ちなみに7番から10番は外来語です。7から10は外来語で文字数のヒントもあります。イケメンインテリ軍団の挑戦です。高学歴ヤングジャニーズセクシーゾーンの3人が参戦する今夜のプレッシャースタディ。1問目は国語。イケメンにふさわしく服装や身だしなみに関する漢字の読みです。特に後半はひらめきも回答の重要なポイント。7番は外来語。西洋のように袴と書いて何と読むか。徐々に難易度は高くなっていきます。9番は正解率 14%、 3文字で読む外来語。10番は隠れる袋と書く4文字で読む超難問。今から行うプレッシャースタディなんですが、一つ新たなルールが加わりました。1問ごとにその教科ですとか問題の内容によって注目回答者をこちらで1人決定いたします。でその注目回答者が10番を答えて、なおかつその問題をクリアすれば得点が2倍になります。2倍になります。これは逆転可能の大チャンス。そうなんです。ではここでこの問題の注目回答者を発表します。この問題の注目回答者この方です。持ちということもありますし、はい、初登場注目ということもあります。いきなり試練与えられるね、高校生なのに。頑張ります。スタート。10番。はい、10番いった。さあこれが正解なのか。2倍のチャンスがあるぞ。10番ポケット。いきなり、すごい、いきなり、すごい。現役高校3年生素晴らしい。すげえ。足袋ね。どうするどうする。5番です。セクシーゾーン中島健人さん初登場、現役大学生。これはクリアでしょ。ちょっと取り当たったな。これはクリアでしょ。7番いった。セクシーゾーン菊池風磨さん2回目の登場です。違う。大丈夫大丈夫。4番いきました。4番はあれどれ、ハチマキ正解です。すごい。じゃあ8番。初登場田川陽介さんもいきなりファインプレー出すのか。ハンカチ正解。いきなりファインプレー、お見事。3番です。7番以降は外来語。3番は足袋、正解です。ごめん、2番です。2番です。前川康之さんが6番から先です。指は正解です。6番いきます。6番です。パンサー向井さん、桃引き正解。よし、9番いった。杉村太蔵さん、チームを救うファインプレーなるか。パンツ、違う。なんとかここは佐藤勝利さんのファインプレーを生かしたい。9番いった。さあ太蔵さん出すか、出すか。ズボン、違う。いいよ。いきましょう。1番でいきます。さあ吉住さんと宇治原さんに託された背広、正解。9番。吉住さん9番いった。ブラシファインプレー。宇治原さん正解なら得点が2倍。7番佐藤勝利さんのファインプレーが生きるか。7番ズボン、クリア。得点2倍。じゃあ佐藤勝利さんやりました。2倍です。なかなかなもんだよこれ。佐藤君、いや完璧だよ。あるね。ジャニーズ高学歴ヤングアイドルも参戦。旬なイケメンインテリが大人の知性を誇る旬なインテリ美女たちと激突。最新並べ替え問題やクロスワードクイズも登場。総問題数130問があなたの脳を刺激する。
全4ラウンドからなるハワイを目指すこの戦い、先行はいきなり若い力が大活躍したイケメンインテリ軍団だ。肌ツルツル17歳、現役高校3年生です。3年です。かわいい顔してね。綺麗な顔、ね、あのいつもより世界史の授業を真面目に受けました。かわいいね。かわいい、現役だからやっぱ強いですよ、ね、勉強って好きなの？いやでもそんなにできないですかね。でも頑張ります。はい。かわいいね。かわいい、綺麗な顔。ちなみに、ま、インテリ美女軍団によるアンケートを取っていただいて、今回、うん、アンケートあったんですか？息子にしたいランキングやっぱ1位は、うん、セクシーゾーンのこの3人だった。そうですよ。石原良純って書くわけねえじゃないか。息子にしたい石原良純。眉毛の濃い息子欲しいなと思ってる。その年上になる。俺の子供の頃だったらよかったよ。そうそう、いや子供の頃の無理無理。何だそれは。よろしくお願いします。じゃあ続いてもう一問、はい、はい、行きましょう。続いての教科は地理です。問題はこちら。〇〇が日本一高い多い都道府県を答えなさい。〇〇が日本一高い多い都道府県を答えなさい。